人取りゲームとは、可能な限り自分、または自分たちの陣地が広くなるように目指す遊びの総称である。かつては伝統的な集団遊びの人取りと同義語であった。ただ、コンピュータの発達に伴い、コンピュータを用いたゲームのジャンルの一つにもなった。古くは子供たちが二組に分かれて遊ぶ伝統的な集団遊びである人取りと同義であった。しかし、 マイクロチップや LSI などが開発され、電子ゲームが実用化されると、人知の争奪する戦闘をシミュレートするコンピュータ上で動くゲームが登場し、以降、コンピュータゲームのジャンルの一つともなった。アーケードゲームに限らず、ファミリーコンピュータなどの家庭用ゲーム専用機のためのゲーム、パソコンのような汎用コンピュータ用のゲームなど、 様々な用途のコンピュータで人取りゲームが見られるようになった。ただ、一口にコンピュータで動く人取りゲームといっても、様々なゲームシステムを持った人取りゲームが現れてきた。当たり、本の時代のゲームシステム的にも熟成されていない人取りゲームの黎明期の作品も存在する。それ以後、様々にゲーム性がアレンジされて、新たな人取りゲームが発表されてきた。 なお、目的地を目指す、目的を達成するため敵を倒しながら進んでいく、アクションゲーム、シューティングゲームの要素を持ったものや、俗に言う落ち物パズルゲームといった作品は、ここでは除外する。いわゆる、トロンゲーム。映画トロンの中でほぼ同じ内容の作品が出てきた、ことから、後年こを呼ばれるようになった節がある。ありがとうございます。